首里城の中にある、うん、あ、首里の一部だったんです昔は。あ、そうね。あの人ほどあるんですが、あの敷地が広いわけです。崎山町ってわかります？あ、わかります。崎山 の教会わかります？あの崎山の教会の先です。あ、そうです。行ったことありますか？行ったことはないけど、あるっていう話は井上さんが大体聞いて、あの、いつでも、いつでもあの、あそこの道、普通の人行ったら迷う。いや、矢沢の道覚えてます？いや、行ききれない。高校でしか分からない。大体の面だった。いい、一発分かりました。島の原首里城の消火管の面だったんでしょ。あ、図面が悪いんじゃないの？結局、甘かったんだね。設計ですよ。設計が悪い。甘かったんだよ。これ設計士が悪い。まさか火事になるとは思わないね。適当に、あの、決まったってやってるだけだから。うん、これだけものいっぱいあっても、だから火事になってこれだけ消失したなんてないじゃないですか。これだけお金かけたもので。首里城は全部焼けてるんですから。おもろめ使っていた。ちょっと詫びで。そうだね。詫びの一つないよ。出勤しないこと、みんなランプに揃えてよ。なあ。いや、なんでこういうことがあったのか、ミスを追求しなきゃなんですよ。それでまた火事になるので。どこも悪くない。まあ、今原因調べてるけど。そういうけど、絶対的に報道してやらないの。電気のせいにしてるんじゃないの？867の1。自分の仕事もなくなるから。責任取って。まさか、前と同じように。売りたい、買いたい、貸したい。そして、借りたい、建てたい、直したい。不動産のことなら、大王ハウジングへ。住まいのこと、暮らしのこと、あらゆるご相談は、株式会社大王ハウジングにお任せください。みんな各家電付き、マンツリーマンションのご用件も欠点だったと。株式会社大王ハウジングへ。ちゃんとしてれば火事にならなかったんですから。国道58号線、泊まり交差点近くにございます。お電話番もう帰宅していますか？みんな偽物見せられてましたとか言ったら面白くないもんね。黙ってるのか。はい、事故に遭遇する確率が高い。お疲れ様でした。少しくらい遅くなってもいいか。350年前の小さな人いた方がですね、一瞬ですね。早い時間帯に帰宅させましょう。いえいえ、それが小さなやつ全然大丈夫だったんですよ。お子さんが外出する際には、小さ全然大丈夫だったんですよ。誰と、それ写真撮られるのか。で、やさんの首里城もすごい眺めが良かったんですよ、そっから。連絡が取れるようにしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、切ります。地域で守る機運を広め、もう今日はあれ、子供たちを犯罪から守る。はい、今日は、この後、まあ、いやいやいや、まだ、あの、